4章、滅びの町。あ、これがあれじゃん。さっき言ってたじゃん。さっき俺がスルーしたって言ったところだよ。メルキドからドムドーラ行ってんのか、こいつ。ロトのいろいろ噂を聞き、私はコーラを飲みました。廃墟となったドムドーラに沿う、ブルーメタルの輝きはず、ロトの鎧。ロトの手にする、そうだね。手にする直前落としモンスターが来てるからね。確かに。あれはそうだよ。確定エンカウントだからね。来たよ、ドムドーラ。この悪魔の騎士に俺は何回殺されたんでしょうね。悪魔の騎士って言っちゃった。よし、てか背景すげえな。一戦ごとにさ、背景がちゃんとドムドーラっぽい背景だもん。毒の沼地とかあってね。というわけでドラゴンキッズと切り株小僧でございます。いつかの動画で見ました切り株小僧ちゃんでございます。さあ敵は何でしょうか。3600、どんどん上がってちょっと待って、どんどん HP 上がってくじゃないかおめえら。待って待って、敵の HP がどんどん上がってくんだけど、はじめなんかさ、3300で驚いてたのにさ、いつの間にか3600だよ。ローラ姫、今度は頼むぞ、お前。ローラ姫、本当に今度は頼むぞ、お前。お前、期待してっからね。暴れ丸、いいよ。しっかり出てけ。しっかり出ろ。てか、3600ってどうすんの、これ。勇気を貯めた方がいいかもしんないね。あまり聞いていないぞ。主人公のあまり聞いてないぞ。273か。なるほどね。デイン、いいよ。なんか、見た目的になんか、パッと見なんかすげえ呪文に弱そうじゃん。デイン撃ってみよう。よし、コドランナイス。それはナイス。いいよコドラン、ビッグトマホーク。てかお前1体出てくんだね、悪魔の騎士。あ、まあまあ1体なんだけどさ、そりゃそれ1体だろうけどさ、そのにゃー、おーっと危ない。ビッグトマホーク2回攻撃か。え、これどっちだ、2回攻撃なのか、それとも何、1の2なの。結構でもそれだけやと、それだけやったらそんなに強くはない。いけ、切り込むこと、お前はできそうな顔しとるもん。顔でわかる。うん。目わからんけど。お前、目を見たのか。あ、やっぱやるじゃん。いける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 。おいしょおいしょ。あ、あんまり敵の攻撃は激しくないんだね。敵の攻撃はなんか、すごい激しいわけじゃないのか。てか、ナイスローラ姫。守りの力続いてるよ。なんか、さっきのドラゴンとかと比べて、お前、ちんまいな、横みたいな。なんかもっとでかいのかと思ったわ。あ、有名つけん、お前、ゾンビ。どう見てもお前のゾンビ。まあ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 。大丈夫大丈夫。ダメージは取れてるよ。で、確定のね、確定命中の呪文をどんどん打っていこうぜ。お前らを選んだのはね、呪文が使えるから。見た感じ打撃耐性絶対あるから、呪文で押すんだね、そういう時は。いいけ、吹き荒れる。いいね。いいよいいよ。これ勇気貯めれる。勇気貯め逃げで。ビッグマンホールでいいのしてくんね。2回攻撃なんだ、これ。さあ、どうだ、よし、ナイスガード。あんまり食らわないね。てか HP もう返してんじゃん。 HP さ、普通にこれ勇気逃げ切りいけるんじゃない、普通にね。はいはい、ナイスナイス。さあ守りの力は、ローラは、ローラナイス、ローラ姫ナイス。ローラ姫ね、あのポーズ的にもっとね、脇を出し、もうね、俺わかる、思うんですよ。ローラ姫ね、あのポーズはね、もっと脇を見せびかすとね、真摯、あの、僕を中心に、ウォーティングでね、そのままでよろしくお願いしますよ。はい、よいしょー。これがね、ローラ姫の俺と、ね、もう、主人公の力ですよ。これ、勇気たまるよ。多分勇気たまる。大丈夫。いける。はい、よいしょ。いいよ。これ、あと、切り株ちゃんでバギーでたまるんじゃない、微妙だけど。なんか微妙。バギーたまるかな、溜まってないんだけど、溜まってないんですけどね、ねえ、皆さん、溜まっておりません。皆さん、溜まってません。ちょっと待ってください。おー、結構食らう。これ、とどめの刺激どうなんだろう。とどめの刺激打った方がいいのか、まあ、とどめの刺激打たなくてもいけるんだけど、どうするべきなんだ、これは。その得点を稼ぐために、何をすればいいのかを私、あまり理解してないんですよ。そのスペシャルカードを使うは分かるんですけど、他がよく分かってない。じゃあ、とどめの一撃狙ってみる？多分倒しきっちゃうと思うんだけど、普通に倒しきるんじゃないのこれ。はい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 。うわぁ、ちょっと待って、ちょっと待って、コドラ。お前、いつからそんな強くなった？あ、やべ、ドムドーラに雨が降ってきた。あ、あ。削り切りやがったこいつら。このサクサクぶりじゃないけど、虹の架け橋めっちゃ終盤になってきたんだけど、ともう終盤ですか。聖なる祠、いや、リリムダルすっ飛ばしたね随分。ちょっと待って、
え、もう君たちは、君たち。あ、君たちなんですね。僕もなんですね。魔の島の侵入阻止すべく、竜の放ったモンスターが君たちを襲いかかる。おー、なるほどね。リルムダール周辺だから、もう、そもそもここが。もう、竜王の城の間近じゃねえか、よく見たら。ここメタルスライム出るとこだ、むしろ。はてさて。そろそろ降臨。私の嫁、キースドラゴン、ドラゴンクエスト1出身でございます。ウルドン、また来たね、ドラゴンクエスト8出身。なんで8出身がいいんだよ。何が来るかな。敵の HP は3378。とんでもないことになってますね、パッと見。3378。お、3体 !3 体、ちょっと待って、君たち。その、君たち、それは結構じゃないか。これが特殊なステータスのやつですね。あの、だから、この敵3体で多分3300はありえないんですよ。敵専用のステータスですよね、これが。飛行弾。なんか強そう。飛行弾。うわ、すげえ、かっこいい。なんかスケボトル見たことある。あー、結構強いな、お前。え、爆発耐性あんのにこんなにかかるの。へえ。いけ、超絶乱バカ誰この。ウルドン、お前いつもなんか、ね、ウルドン、君いつもそれをするよね。ウルドン、お前いつもそうだよね。ウルドン、お前いつもそうだよね。キスコはやってくれます。見てください。キスコもやってくれます。行くぞ、キスコ。今日も行くぞ。ほい、よいしょ。キスコキスコ君たち、君たち、ちょっと待て。ちょいと君たち待ってくれないかい、それは。君たち、ちょいとそれは待ってくれないかい。氷の芸人二人とも、芸人二人。まひれまひらんキッズ普通に3、なんか普通に強そうな3体がさ、普通に強そうな3体がさ、キスコよいしょキスコ196。待って待って、これ、キッズ、ちょっと待って。よいしょ、オッケー、ウルドン、今度はいった、芸人か、お前。ウルドン、芸人すぎるって。気候弾。これ、気候弾強いな。もう、氷の芸人2人とも頼むぞ。いや、食らうな。これ、とどめ打ち切りでいけないかな。でも、あと2ターン耐えないといけないんじゃないの。王じゃない、使います。ローラ姫、頼むわ。あとこれ、削り切り無理だもんね。どう見ても。削り切りは絶対無理だから、ローラ姫そのポーズ。そういうことよ、お前。さっき言ったけど。頼むぜ、ローラ姫。いや、これ あと2ターンを耐えれるかどうかって怪しいな。マジの滝で止めるとでかいっすけどね。この波動と痛いところ、できれば。どうだ、まあ、ひってほしいな。ダメキスコいけ、ぐるぐるぐる、回れ回れ回れ、キスコ行くぞ、よいしょ、バッキスコキスコ、君のね、キスコ、君の、あの、出身作品なんだよ。ドラゴンクエスト1って君の出身作品なの、わかる？毒手、何？急に漢字2文字、毒手。もうすげえ、毒の手や。なんだなんだなんだ、え、何？7、は何してんだ、なんだ、何してんだ、お前。なんだこいつ、何してんだ。7で自分が食らうだけ、なんかあえてそういうデメリットは避けないね。ウルドン頼むわ、避けてくれ。呪いのランブ、それ城のキスの技、頼む、ウルドン避けてくれ。ウルドン、よしおい、ウルドン今回はお前が優秀だ。よし、これいったか、これはいったっぽいぞ。さすがにあと一旦耐えればいいだけだもんね。とどめ打ちでいきましょう。今回ウルドン頑張ってんな。キスコもうちょっと頑張ってくれよ、キスコ。いつものお前を見せてくれよ。いつものお前見せてくれ。いや、あ、待って、これがいつもか。キスコもしかして。オッケー、これは勝った、これはもらったわ。え、チビ高いからしゃあないよな、これ。こうなんな。多分、痛恨がどうでようか勝ちだろ。さすがに。いや、これはもういったに。さすがに。ねえ。その、毒手が嫌な予感がするんだけど、俺。キスコもういい、てか、ね、いつもそいつじゃねえか。キスコ、お前逆になんでそいつしか狙わないんだよ。気候弾、勝ったわ。はい、勝ちです。よかった。これはいったわ。ローラ姫ありがとう。
よかった。ウルドンも今日頑張った。今回ウルドン超頑張ったよ。よかったね、ウルドン。おっしゃい。よかったよ、ウルドン。よかった。いや、もういい。もう、オラ姫、もういいっす。もういいっす。よかった。オーブが勇気で満ち溢れた。あー、よかった。はじめやばい。やばいと思った。3300はやばいでしょ、いくらなんでも。こっ。わざわざ。一緒に来た勇者がやることないんだよな、この手、普通この手の相手って。来た、闇への誘い。それ技やん。それ技じゃないですか。このミニキャラすんの可愛いな。待ち構えてるのは悪の化身竜王。今最後の戦い始まるもん。お、6章闇への誘い。ってことはこの6章で最後かな、多分。竜王の城。なんかいろんなとこすっ飛ばした気がするけど、ガライとか。竜王かな、じゃあ敵は。じゃあ変更します。やつかうしかないっすよ。いや、もう勝ちに行くんでね。もうレジェンドクエスト敵が強いの分かってるから、もう勝ちに行きましょうよ。頼むぞ、キーズゴン。先ほどなんかもう偉いことになってましたけど。よし、頼むぞ、キーズゴン。本読そう。さあ、敵は竜、ん？なんかいんな。なんか竜王の隣になんかいるな。これもしかして、あっ！お互いキースドラゴンが、見てください。キースドラゴンお互い並び立っております。キースドラゴン2体並んでんじゃねえかよ。これあれか。レジェンド魔王タイプ。レジェンド魔王タイプか、これ。すげえ。ちゃんと横にキースドラゴン、ダースドラゴン従いて登場してますよ。レジェンド魔王と同じ仕様だね。へぇ。わぁ。でもナイスよ、OK。いいよ、いいよ。へぇ、レジェンド魔王カードと勝負してるような感覚だね。お、いいね。それはいいよ、ダースドローン。ダースドローンのような。よいしょ、オッケー、いいよ。しっかり当てて、しっかり当てて。さあ、向こう、なんか、向こう氷まとわねえな。あいつの氷まとわねえな。なんだこのシュールな技。なんだあのシュールな回り方。よし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 、大丈夫大丈夫。いいよ、デインで。これで竜王の人間体に落としたいね。弱点は竜王の人間体。コードラン、ナイス。あ、結構効くな。なんかステータス違うのか、お前もしかして。灼熱ネネキ怖いな。お前、ちょっと待って、レジェンド魔王と違うじゃん、ちょっと待って、レジェンド魔王と違うじゃん、お前ちょっと。それはずるい、それはずるい。ちょっと待って、それはずるくない？それはずるくないですか？あなた、あなたそれはずるいですよ。つばぜり合い。ここ行きます、つばぜり合い。ここつばぜり合いしように。まあ、多分黄色かな？黄色だね。まあ、しゃあない、しゃあない。買っていこう。はい、オッケー。よし。まあ、人間体には負けませんよ。今日つばぜり合いです。魔王戦なんで、ね、つばぜり合ったのね。行くぞ、え？久しぶりだ、つばぜり合いも。はい、よし。はい、よし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 。オッケー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 。これさ、どうするんだろう。レジェンドクエストっていうものの仕様上、多分その1のスペシャルで書かれ、とどめを刺した方がいいのかな。でもさ、これ王女の愛で耐えれる。これ王女の愛で耐えれんの、そもそも。これ灼熱の念力とか、向こうに立って凍てつか、キズコはここで吹きを発揮しちゃうじゃん、すでに。2ターン耐えれるか、王女の愛とかで。王女の愛で2ターン耐えて、スペシャルカード、とどめで勝つみたいな感じかな。その方がいいか。でも耐えれる？これ、あと耐えれんのか？なんか無駄なこと考えずにさ、無駄なこと考えずにドラゴン切りやった方が良かったかな。ね。これドラゴン切りやればさ、だって1080出てたんでしょ？無駄なこと考えない方が良かったかな。なんかちょっとポイント意識しちゃうよね。なんかポイントがあるってなっちゃうと、多分とどめの刺激はポイント高いと思うんだよ。ナイス！無駄なこと考えない方が良かったかな。連続ブレス入っていく。いいよ、しっかり当てて勇気回収していこう。これ2ターン耐えないとダメなんですよ。大丈夫？あれ、これ大丈夫かな、なんか。これ竜王の攻撃次第なんだけど。まあ、あとは2、ナイス。それはナイス。それはもうね、願ってもないですよ。竜王の杖、こいつ杖使ってきた。あれ、なんか杖使ってきましたよ、この魔王。うわお。あ、でも、さすがに。さすがにね、竜王は1体だしね。行くぞ、気づこう。しっかり当てよう。はい、よいしょ。いいよ。
ナイスギスコ、それはナイスです。さすがさすがギスコ、さすがキスコ。お前のキスコよ、お前のキスコよ、お前のキスコね。そうだそうだ、そうだ。ごめんっすよ、それはすいませんでした。あの、すいません、許してくれませんか。それは許してくださいよ。それは許してくれませんか。リオさん、あなたの傷とかもなかなかっすね。リオさん、あなたの傷とかもなかなかなっていうのはよくわかった。だからそういうのやめて、それはやめて、それはやめて、それはやめてよ。なんでさ、お前のキースラゴン弱そうだなんてバカにしてはいけないから、バカにした俺が悪かったよ、そりゃ。そりゃ俺が悪かったって。あれ何ターン目だっけ、ちょっと待って。ターン数数えてなかったけど、これ大丈夫ね。次のターン打てるよね。あ、でもね、イデニキならラッキー。イテハではない。で、ダスラゴン動けない。キースラゴンが何やっても勝てる。これはいったわ。これはいった。さすがにいった。はい、キースラゴン、ナイス。それはもうお前同士だ。お前通りだ。お前最後の最後にこうやって外すのはお前らしいわ。キースラゴン、お前も十分働いた。大丈夫だ。とどめ打てるよね。ターン数数えてなかったけど、打てるよね。多分、6ターンになってないよね。最終ターンじゃないよね。普通にいけるよね。まあまあまあ、もういいよ、ローラ姫。もういいっすよ。ローラ姫、もういいっすよ。はい、よし。よかった。リオさん、一つだけ言って、いい？あなたの嫁もなかなかですね。よっしゃ。ね、一緒に来てるっていう設定なんでね。ロトの鎧つけてねえな、こいつ。よく見たら。ベラトームの鎧だな。ローラ姫はそこにいて。俺がやってくる。過保護ローラ姫。西の駆け足。むしろこの虹がなかったら、この勇者はただ下に落ちていくだけなんだろうなって思ってます。現場に来ました。ララトームの勇者。ちょっとすいません。失礼しますよ。よし。理想的じゃない？なかなか理想的に倒したんじゃない？キーソルゴンとダーソルゴン見つめ合っとるけど。あー、急に死んどる。見て、急に死んどる。なんでキーソルゴン、ダーソルゴン突然の死迎えとんの？さっきまで立っとったやん。最後の戦い。いや、さっきの文章の時に最後の戦いが始まる言うとったやないか。また最後の戦い始まっとる。2回最後の戦い始まっとんのよ。はい。ついに真の姿を表す竜王。人の姿にて仮の肉体を捨て去り、強大なドラゴンとして戦いを生んでくる。勇気を振り絞った時に、アリフガの大地に平和の光を取り戻すのだ。もうこれがラストだもんな。え、待って待って、怖いんだけど。これさ、魔王がさ、特別ステータスっていう可能性が出てきたんだけど。多分、そうだよね、今までの流れ的に。普通の竜王だったら多分の、ゴミだもんね。さあ、HP は5200。あれ ?5200? じゃあお前普通の竜王と一緒の HP だね。なんかてっきりなんか7800とかになるのか思ったけど。一人プレイ7800だとどうするつもりだったのか。まあでも、もうプライド捨ててます。私、流滅拳がございます。あ、当てれば最強。はい、よいしょ、よいしょ。強い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 。もう、竜王は、だって、ビクトリーをやってる皆さんだったら、竜王は借り慣れてるんですよ。そもそもが。はい。あの、竜王道場って言葉皆さん知ってますか？竜王を倒しやすいんで、ドラゴンギルとかするだけで。経験値めっちゃ強い、めっちゃ強い。はい。キスコナイス。それはキスコナイス。マジでキスコナイス。やってくれる、やってくれる。あの時の何だったんだ、あの時のキスドラゴンはちょっとね、ちょっと体がちょっと大変だったんだよ。もうね、キースドラゴン輝いてるお前は、今キースドラゴン超輝いてます。大丈夫だお前はいける。はいはいはい、どんどんいけどんどんいけ。これとどめ打たんといける。これとどめ打たんと勝ててしまうやつ。はい、よいしょ。嘘だ。嘘だ。終わっちゃう。嘘だ。竜王が。竜王が終わっちゃう。竜王。お前何してんだ、食べる。ちょっといつもの竜王じゃねえか、お前それただの竜王だよ、お前それいつもの竜王、お前ただの竜王じゃねえか。削り切るぞ、こうなったら。行くぞ竜ちゃん、削り切るぞ。はい、よいしょ。嘘だ、おい終わっちゃうぞ、ラストだ、メッサス、ウェッツカ、よいしょ、よいしょ。
普通の量だったらただのゴミだもんね。普通の量だったらただのゴミだもんね。普通の量だったらただのゴミだもんね。ただの竜王道場だったか。どっちの方が強かったね。え、A ランク。なんだなんだ。突然の A ランクに認定された。あ、突然の A ランクに認定されましたけど。おお。悪魔の騎士を手に入れた。あ、これランクが手に入るってやつもしかして。これなんかさ、俺の覚えだとなんかさ、なんか EX ランクみたいななかったかな。あれだよな、多分。今の僕が A なんですけど、確かね、EX だったかな、なんか。あれを見たことがある。EX だったかな。あ、まあ、カード手に入るんだ。なるほどね。おお。激闘の果てに竜王を倒した。あ、このアナウンス初めて聞いた。クリアだ。次は。ほら、やっぱ EX ランクって書いてある。クリア A ランクにされてる。これ確かさ、現実だったらこれをやり直すためにさ、皆さんいっぱいレクしたんだよな。いや、俺レジェンドクエスト実はあんまやってないんですよ。筐体であんまりやってなかったからな。なんか終わり際の時っていうの分かってたから、あんまやんなかったんだよな。楽しかった。普通に楽しいね。なんかさ、オリジナルの、今回のあの変なゴーレムとか、でっけえドラゴンとか。ただ一番面白かったのは竜王のあの悲しすぎるやられ方な。これさ、多分ランクをもしその S とかに上げたい場合って初めからなくちゃいけないんだよね。めっちゃめんどくせえよ。いやじゃあもうね、またね、ただスペシャルカードが集まらないとやっぱりこの2とか3、今回1なんですごい簡単にもうスペシャルカードの数が少ないんで良かったんですけど、2とか3、このあたりはね、スペシャルカード、使えるスペシャルカードが多い分、難しい。その分ね、集めないといけないのもあるんで、このあたりはもうちょっと後になるのかな、やっぱり。3とかめっちゃ簡単なんだけどね。段階を飛ばすな。はい、じゃあ、今回はね、1クリアしました。また S 向かって、ライブとかでやるんじゃないかな。お疲れ様でした。ありがとうございました。